明朝の第十六代皇帝。忌味名は、吉光。病号は基礎。日本では在位中の元号である典型をとって、典型三角と呼ぶのが一般的である。第十五代皇帝安政三角の長男として生まれる。1620年、即位して間もない父三角が崩御したために即位した。典型三角の七年の知性はそのまま、漢岸義中堅の戦王の時代である。 そのせいか、天啓三角は、政務の傍ら、大工仕事をするようになった。義中権は、東林党を弾圧することで政界の表舞台に、踊り出た。現実の政治に合わない、理想論を掲げ実務を担う閣僚たちを攻撃する、東林党に対する憎しみは強く、当初は義中権による弾圧を喝采したが、後に、閣僚たちは大きく後悔することになった。 義中堅の弾圧は、当林党に限らなかったのである。義中堅は剣制を完全に掌握しただけでは、飽きたらず、行天俊徳の理性、イタリガミという称号を名乗り、全国に自分の誇らを立てさせた。最後には、自分の息のかかった者に、義中堅の功績は多大であるから、孔子と並んで称えるべきだと進言させた。そしてこれらに反対する者は全て弾圧した。 この時期には、満州のヌルハチがアトキンを立て、勢力を拡大していた。その時に、民の頂点に立っていたのは賄賂を好む義中権で、あったので、たとえアトキン相手に負けたとしても、賄賂を送ることで勝ったと誤まかすことができた。そのために、ヌルハチの勢力は抑えられないものになっていった。典型7年、時代に多大な負担を被せて放御した。去年23。 男子が皆養成していたため、弟の信号主有権が定位を継いだ。懐置大使主事年水子。母は、イヤス皇后長子。痛み懐大使主事溶接。母は、後期批判師。見解大使主事、驚き師。母は、後期否認師。栄安子公主、主宿がマイナス溶接。母は、後期批判師。改名公主、主宿溶接。母は、 聖霧氏、ありがとうございます。